はいど、どうも、こんにちは、トモです。<laughs> 今日はね、顔出しで <laughs>、ちょっと撮ってみました。たまに顔出ししないと、声だけだと本当にトーコスが存在するのか、みたいなね、感じになっちゃうんでね。はい。今日はね、写真表現をめぐる、抽象とは何か。ね、具体抽象の抽象ですよ。これについて考えていきましょう。ということでね、もう早速画面切り替えちゃうよ。はい。画面切り替えます。はい。ということでね、今日はこれですよ。抽象。 抽象って何だろうっていうことですね。習 <laughs> 字、習字やってみました。<laughs> オランダにいるとさ、日本っぽいことやりたくて、習字やりたくなるのよ。文字書きてってなんだけどさ、結構いい感じに書けたなと思ったけども、これ画面越しでさ、これ見てみると、ちょっとやっぱ、いびつな感じ出ちゃうんだよね。ああ、ここがさ、ちょっとこの辺がちょっと大きいなとかね。普通に見てると分かんないんだよ分かんない。いい感じに書けてんだけどもね。これあれですね。 映像というか、画面を通すことによっての物事の客観視とも言えますね。うんなんかをね。通してみるとね。よくよくそれがね。客観的に見えんだよね。バランスとかね。うんまあ、それはさておき、今日は抽象ですよ。写真表現をめぐる抽象ってなんだろう？これについてね。考えていきたい。やっぱちょっと画面。せっかくつけたからさ。横の画面つけましょう。はい、ということでね。<laughs> はい。 いや今日は、ね、顔,顔を撮ります顔をしたたまにはさ顔をつってないとねおい誰なんだとトモ子姿って誰なんだって感じになっちゃうんでああちょっとね僕も気,気を引き締める感じでね声だけだとどうしてもねズボラな格好でやっちゃうんですよ <laughs> ひげぼじゃでさ起きたまんまの姿でやっちゃうんだけどねダメだね 気合い入れていきましょう。ということで抽象これについいいてて考えていきたい結構ね SNS まあ僕がねいつもいるのはツイッターなんですけどもねツイッターでやっぱ写真表現における抽象ってなんだろうみたいなね話題最近結構多いのよ。ね見かけんの。でもその抽象というのの表すものがちょっと僕にはあれっていう感じなんで、うん、それでちょっとね今日話してみたかったこれちょっとしばらく前から話してみたかった話題です。抽象って何だろう っていうところで、ねあとね、一般的にみんながなんか取り上げる写真っていうのはなんつうかな街写真なのよ。街写真における抽象表現って何だろうみたいな話がねよくされてるんですよ。それでさ、ねあのまあ、ちょっとここにここに例があるかとは言えないんですよ。これちょっとまたちょっと巨匠たちなんでね。うん、でもさなんつうのなんかアブストラクトっつうことなんでしょうね。 うん、抽象的何写してるかいや、ここでもね、ここ結構いい感じなんだよ。これ、後で紹介したいんで、これ、<laughs> いい感じの抽象だからね。そうじゃなくて、<laughs> ちょっとサンプルはね、SNS なんですよ。ね、ツイッターで、えー、っとね、簡単に言うと、主題がよくわかんない写真、ね、何撮ってんだかよくわかんないけど、街撮ってて、これは抽象的な街の撮り方だよね、と。ね。あるいは なんていうかな、えー、それこそダブルエクスポージャーズというかね何個もイメージを重ねることで何かなんつうかな普段の街を普通に見るストレートに見るのとは違うイメージとしての抽象ってことも言えるかもしれない。何にしてもねこの抽象っていう言葉がいろんな要素をねちょっとなんつうのひとまとめにしちゃってるっていう感じがあったんでね改めて考えてみたんですよ。 抽象って何だろうなと。これ、うちの、うちのね、チャンネルのね、あれですよ、楽しいところですからね。うん、こういうの考えるのが楽しいんだよね。うん、こううの考えるのは好きじゃないってい人もいいんだけどもね。抽象っていうのはさ、まあ、アブストラクトって言いましたね。うん。アブストラクトって何だろうって考えたときに、基本的には、絵画とかでは、もう完全に意味から除外された。なんつうかな。えーっとね、簡単な言葉で言うと、ナッシングな感じ。そこになんか、 意味がないんだよね、うん、ポロックとかさもう本当になんつうの筆のさもうブラッシングバシャバシコーンってさもう当て込んだねブラッシの筆致というか筆致でもないんだよねもう,もう筆のさペンっていうのがねパーっていっぱいあるわけですねあるいは何かガムをさ噛んだガムを貼り付けるとかねそういう作品とかいろいろあるんだけどもそれまではねかつては 現実世界の何かを描くっていうのが絵だったんだけどもそこから「あに絵っていうのは別にそう別何か主題がなくても描けんだよ」っていうところでさアブストラクト生ま,れた生まれてきたわけですね、うん。っていうところを考えていくとでも写真でじゃ抽象ね分かりやすく一番分かる今日はねサンプルってかいっぱいあるのよ。はいここにほらいっぱい用意したおおすごいすごい,すごいこんなにね散歩散歩じゃない参考文献いっぱいありますからね。 これちょっと紹介全部できるかわかんないけどもね今日はこれを見ていきますよ大変だ俺カメラ動かしちゃうとね俺また一からこんな感じだね、はい、あどっか行こうかね,抽象ねあちょ、はい。じゃあどんなものがまず抽象的と言えるのかっていうところで見ていきたいのは日本の写真家 <laughs> 大変だ本がいっぱいきた、はい ここっちか行こうか、はい、まずね見ていきたいのは山澤栄子さんというねこの方はさすごいのよもう本当にねなんつうのパイオニア的な感じですね女性の写真家でこんな人いたんだってそことでね、うん、まあ作品としては70年代とかあるんだけどもこの方自身はね1899年生まれですよ。 わかります19世紀の人じゃあ20世紀19世紀でねぎりぎり19世紀生まれなんですよそんな方がね、うん、アメリカにね渡ったのよそれもねいつだよすごい東米が26年1926年ですよそういう背景の方がいてでその人が何やってたかっていうとねまあ晩年に近い作品ではあるけれどどうですかこれ。 これこそ抽象写真だよねわかりますこういう感じ。つまり写真で抽象を描くっていう時にまずできるまず基本的なことっていうのは現実の世界で何かを見出すってより自分で作り出した世界ですね。うん、それもほら 髪をくしゃくしゃっととりめ込んだりとか、ねうん、なんだだかねねろうねこれもうだからさなんだこれが何なんだろうってのはもう関係ないんですよそう,そうじゃなくてこれ,これが何なのかを見るんじゃなくてこの写真として出来上がったものは何なんだろうってところですね <laughs> だからここで、えー、この先に写ってるものなんだろうなって考えることではないっていうところアブストラクトナッシングなんですよね、うん、まあもちろんテーマあんだよ自分のテーマあんだけどもすごいよね写真集「私の現代」だよ。 1976年にこういうことやってたんだね。すごい人いましたよ。これ最近東京都写真美術館で開催された開古展のカタログなんですけどもねこれすぐにね完売してましたね。赤赤社から観光。いやーすごい人がいたなと。ね。だからこの何かね山澤さんの作品から学べることっていうのはまずアブストラクトっていうところでの写真っていうのは自分で作り込んだ世界。 でそこで何つうかな意味を何かもたらすことではなくて、ね、無造作なんですよ。無造作に紙が転がっている。んここに何かお面白いなと感じるわけですね。うん、まあでもねあストリートではあるんだよそういうのはね石がゴロリと転がっている。まあそれについてはちょっと後で話しますから、はい、こういうふうな表現からまず、ねうん、何の話だっけあ抽象ですよ。<laughs> 抽象っていうのは感じられるわけですね。 写真をめぐる抽象表現っていうのは自分で作家自身が作り込んだ世界そこで何か意味をもたらすようなことというよりはもっとなんか知覚的なこととして現れてくるものねでそこでナッシングなんだよねうん狙ってもしかしたらやってることもあるかもしれないけどもさねじゃあこれが何かに見えますかこれ目玉焼きに見えますか目玉焼き目玉焼きだよね卵の目玉焼きに見えるとかっていうのは解釈なんだよね 見ててるる側の解釈作ってる人はねそうじゃなないいかもしれない僕らね日本人っていうのはこの見立て、うん、何かが何かに見えますねというねこの解釈大好きなんで、うん、それで分かった気になっちゃうんだけどももしかしたらこれ卵のねなんかなるかなと思っちゃうんだけどもね、うん、それは一つの可能性だっていうことですね一つの可能性に過ぎない、うん他のものに見えたっていいんですよウルトラマンに見えたっていいしでも根本はやっぱりナッシングなんじゃないかなということを思うんですよ、うん 元々そこに何か意図したものがあるかもしれないけれど、うん、なくてても成立し,てしまう、ね、だから人間が作るいや人間のね感情とか、うん、いろんなさもう絵画見ていくといろんな表現ありましたでしょその中において抽象絵画ってやっぱ人間から切り離されても成立する、うん、それこそオランダだとねデスタイルっていうスタイルあ,のありますよね、うん、主,義主,主義というか宗派というかね ある時代においてさ例えばあれでしょピート・モンドリアンとかねモンドリアン先生はすごいですよ。<laughs> もうしょっちゅうやっぱオランダでいうと見るからね見慣れてきたけどもだってもう赤黄色青のさ線でさキャンバス真っ白これで完成だよっていうところですよ。ね、それででで絵絵ががきちゃううんだっっってていう世界ですよねああやっぱあのの時代のオランダって絵画が 建築ととかいろんんな別の分野とつなががっって出来上がったんだよねだから建築でもそのねモンドリアンとかの絵の感じをそのまま再現できちゃったりとかね、うん、すごい面白い,いや見れば見るほど面白いでそういったものっていうのはそれまでの人が描いていたこういうふうに私はこういうことを考えてとかねこういう時代を描いてるんですみたいなこととはまた違って、ね、その人間の感情とか何かそういうものから離れた絵画が生まれたわけですよね。 うん、もしかしたらそれはさっき言ったポロックとかねジャクソンポロックとかも言えるかもしれない、うん、そうこの絵っていうのはもう僕らがそれまでの絵の見方持っていた絵の見方人が誰が描かれていてこの人は誰でどうのこうのとかそういうふうな文脈とは切り離されたそのままで成立してしまうっていうところ、うん、これを写真でやるっていう時にはやっぱりそれをね自分で構築まずねだからその写真の向こうを作るっていうところから始まるのかなってことを思います、はい、そういう人がいる。 今日はいっぱいいっぱるからね、はい、で片や、ね、作り出すこれもね赤赤社観光今井久災という写真家いましたこれもね女性の写真家なんだけどもこの人は、ね、晩年馬をよく撮ってたんだよねだから馬の写真家としてよく知られてきた、ね、馬なんだけども大変幻想的な馬の写真ですね、はい、そういうものを撮っていたからそれでねまあ知られてしばらく知られてきたそうですけれども実は すごいのよ <laughs> すごいのよこれほら見てくださいこれもまたアブストラクトな感じじゃないですかこれすごいよねこれもね深津さもやっぱ60年代やってたんだよねこれね63年に深津さんやってましたけどねこの人はやっぱ64年から74年までなんだかミクロなんだかマクロなんだかわかんないようなねスケール感すらわからないような作り込みによって何かイメージを作っていく これはでさっき見たね、えー、山澤さんとはちょっと違ってそれこそさらに自分でそのイメージを作り込んでいくっていう時にこれはねその細部でしょうね物事の細部なんじゃないかと思うんですけどや,やっぱりスケール感が失われているそのカメラの向こうにあったものがどんなサイズでどんなものだったのかっていうことすらももう想像がつかない世界ですねすごいですねこれはこれこそ抽象表現ですよ。ね すごい人がいますねやっぱカラーなんだねこういうのねあのやっぱ曲線とかそういう幾何学的なものって僕はやっぱモ,モノクロでよく見ていた気がするんですけども実はカラーでもねバシバシきますビシバシ来ますねこれね <laughs> すごいのやってたんだよねでここでさこれは何に見えますかとかそういうさそれはもう見立ての世界ですから、うん、それとは切り離されたイメージ単体で成立されるような世界があるわけですね すごいねはいこういう感じ抽象表現ですねはい抽象表現としての写真ねはいこれがありつつあでもねそれ抽象ではねまだあるんだよほらこれもスティーブン・ギル先生ですねこれ紹介しましたよね過去にねはい、えー「プリーズノーティファイ e sun ということでさこれもミクロの世界ですね ちょょっとテテカリ大丈夫かなライティングのの位置変えましょう顕微鏡の世界だよね、うん、やっぱこうなってくるとこれは物事の現実とってんだよ現実の何かを取ってんだけどもねそれが肉眼よりもグッ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 とさ寄ってった時僕らの目には見えない世界これは一つ抽象になってくるわけですね。うん、でこれは一種のゲシュタルト崩壊ですね。 うん、ゲスタルト崩壊僕らが見慣れたものも、ね、角度とか、ね、その画角画角だけじゃないねもうそのぐっと寄っていくっていうところで見たことのないものが現れてくるでこれは写真という一枚の何、えー、て言うかな現実のね連綿と続く現実の一部一瞬間のスライス、ね、積分なんですよ数学でいう積分一部を取り除くっていうねそれをしてみた時に。 あこんな世界があったんだこれゲシタルト崩壊ですねゲシタルト崩壊系の抽象ですね, <laughs> っていと,ねということをね言えるかなということが思いますはいスティーブ・ギル先生ありがとうございましたもう一つあるのよ今度逆だよこれ来たねはい来ましたマーズですマーズって火星だっけ <laughs> <laughs> これすげえんだよこれこれもうお気に入りでさちょっと引かないとダメだねはいグッと引きましたはいあグッと引いたらちょっとダメだ背景がバレてしまうおおはい 入りません収まりきりままませせんん収きこれグザビエバラルですねフランスの出版社エディションズ・グザビエ・バラルからね観光のね「火星」だよね写真的探求ですよフランス語読めちゃった <laughs> 英語っぽいからね、はい、これ何かっつったらさ NASA だよ NASA の探索機が撮った大変何,何億画素みたいなさ、うん、今でもなかなかこの画素数では見れないんじゃないのっていうねもう動画でもお伝えきれませんねこれねあお伝えしきれませんはいお待たせいたしましたお待たせいたしましたけどもねお伝えできませんこのねすさまじい改造となるよこれはねもうね本が展示レベルすごいよこれに切り抜いて画装したら作品になりますねそういう世界観 科学ってのはすごいね。科学ってのはよっぽどアートでございますよ。ね。アートっていうのはね、やっぱりそのね、テクノロジーの発展によってね、見出されることいっぱいありますね。ああこんなの見たことなかったよっていう世界は、実はテクノロジーの進化系によってね、見えてくることはよくあります。で、それしかもさ、前人未到というかね、うん、僕らがなかなか行くことができない、火星だかなんだか惑星ですよ。その表面を取ってみたら、こう映っちゃった。これもさ、 すすごい好きなんですよ、ね、もう何,何十キロとか何百キロとかあるようなもう分かんないけどもわかんないんだけども <laughs> でもさ見方によってはさっきのさスティーブン・キールなんですよこれねっこっちさミクロなんだよミクロの世界だけどさもうほとんど変わんないよねああゲシュタルト崩壊しちゃって今度は引いたらもっとゲシュタルト崩壊しちゃったっていう系の抽象でございますねはい抽象表現ですよこれすごいよ これ限定版でね、うん、ねあの一般の、ね、普及版も出てるんだけども、ね、サイズがちょっとちっちゃいんですよね、うん。ちっちゃい、これでかく見たいってことで、特別にねこれね、エディションズ・グザビエ・バラルにね、友達いるんで、あの取り寄せてね、<laughs> 欲しいからっつったら、最後の一冊だからね、あったんだよね。ああ、買わせてもらいました。すごいんだよ、これ。伝わるかな、動画で、どれだけ伝わるかな。なんなんだろうというね。 うん、これが惑星の表面だというふうなヒントは与えられていますでもそうじゃないものにも見えてくるし見えてきたとしてもそれを別に見立てなくてもいいこれは何なんだろうとねビジュアルによって何かね目に突き刺さってくるもう全身プンクトゥムみたいなねとこでがざますねはい久しぶりに出てきましたプンクトゥム先生ねすげえよな何映ってんだか分かんないけどもねあ、うん、っていうねこの火星高の表面 ございます。でしょ。これ見ていくとああれですよ。先生、大先生を忘れちゃいけません。大先生、ちょっと用意してなかったけど、出すわ。はい、大先生来ました。大先生もでかいよ。はい、来ました。これちょっと重ねていこうかね。アルベルトレンガーパッチュ先生ですね。レンガーパッチュ先生もやっぱり岩の表面取ってんだ。岩の表面ぐっとやって、しかも横の写真も縦に載せちゃうっていうね。大胆さですよ。うん。 あちょっとねレンガーパッチ先生になってくるとねまたちょっと視点が違うんだけどもね、うん、これは分かるわ分かるっつうかさ <laughs> レンガーパッチ先生はねノイエザ・ハリヒカイトですよドイツでから始まったね新植物主義っていうところでね、うん、植物的に何かを見るっていうのは写真なんだけども、ね、そこから植物的,だ植物的の逆は何だ 感情的かエクスプレッショニズム的なところがね一時期起きたでもそうじゃない、ね、戦争が終わってドイツは負けてね、えー、世界国が貧しくなっていく過程で実はもっと現実を見定めていこうってところで始まったのが新植物主義その一人として、えー、写真家としてね、うん、写真っていうのはこの新植物的なものをね表すのにすごくぴったりだってところでレンガー・パッチ先生がね、えー、一つ代表的な作家の一人として数えられましたでこのレンガーパッチ先生は何かって たださっきおさっき話したはい植物ですよえこれ合ってるこれ逆になってる文字ちょっと後で確認しますけどねはい植物という視点これも一つね抽象を考えるときに一つ考えられることことか概念なんじゃないかっていうところですねあ、うん、この植物に関しては皆さんが SNS とかでよく話しているね写真における抽象ってのはなんだろうっていうときにおそらくこれに当てはまってくるものが 多いいいんんじゃないかななかというとうころなんですよ、ね、現実を見ていくとき、うん、ああ、現実そのままの、ちょっとレンガパッチ先生難しいんだけども、そこに当てはめるにはちょっとあまりにも原点すぎてね、あのちょっと簡単には説明できないんだけどもね、うんえ、じゃあ、植物的なストリート写真って何なんだろうってときに、やっぱり、 僕らがさっき話したねあ例えばじゃあ路上に大きな岩がゴロンと転がっていますあこれを何か撮った時にね岩だけじゃない何かを感じるものが写真から現れてくるこれは植物的な何かなんじゃないかねこの植物的っていう観点、ね、日本でやってたのがどうでしたっけはいここですねはいこれですよ大辻清二先生ね うん、この間ありましたね日本で展示最近ねいい展示いっぱいありますね植物的な作家さんの展示を振り返るっていうのは展示というか作品を振り返るとね、えー、ここ最近よくやってますけどもこの中で、はい、これよ,よく表してる何でもないものの変容この何でもないっていうのはねそれがそのままあるだけで存在してしまう、ね、それが何であるとかそういうことでは抜きにして、ね、僕はこれを簡単な 言,い換えの言葉としてはラベルのない世界ですよ言葉がまだなかった世界に世界はどういうふうに見えていたんだろう僕らはそこでね言葉があるから木を見ればあ木だなとこれは何という木だとかね葉っぱはどうのこうのとかね言葉によって物事を解釈する分解して解釈することができるんだけどもじゃあそのラベルを剥がしてみるとどういうふうに木が見えるんだろうこの時に写真っていうのは大変ね便利なわけですね。写真は便利なんだよ。なんでかといったら言葉の 言葉のラベルがなくても成立すするからですよ、ね、これが何であるということを説明しなくても成り立ってしまうこのことをよくやっていたのはね五調さんかもしれませんね五調さんさあこれ改めて見るとバシバシビシバシくるねこれちょっとアップにしましょうはい五調、はい、さんがここでね出しているのは桑沢デザイン研究所での課題ですね学校での課題の作品 えー「空」と書いて「空」と読むのかもしれませんけれども「うん、空」っていうふうなタイトル、ね、そういうふうな作品だけども何が映ってるかよく分かんない何でかといったらハイコントラストで仕上,がれる仕上げられることによって元のイメージ元の風景それが、えー、極度に際立つわけですシルエットが際立つ、うん、シルエットが際立つことによって普段の見え方とは違う世界が見えてくる、うん、この時に物の形っていうことが一つね言えるかもしれないけども 何でものな何でもない世界なわけですよ。わかりますか。<laughs> <laughs> これは一つ植物的な物事の視点とも言えるんじゃないでしょうか。うん、ここにおいてこのモノクロが便利なのは、まずねカラーっていうねカラーってやっぱりあの自然と物事っていうかそのイメージの奥行きを鑑賞者に与えてくれる気がするんですよね。 うん、なんだけどもモノクロになってみるとねまあこれはさすがに手前を取ったものには見えるけれどももしかしたら奥かもしれないとかさそういうなんか距離感が 崩れるんだよよね <laughs> そこもゲシュタルト崩壊すするわけですよ、ね、だからしかもね、うん、でコントラストを高めれば高めるほどそのシルエットが強調されるんですよカラーはそこまでシルエットっていうのが強調されることはないそれよりも色がねやっぱり先に出てきますけどもモノクロっていうのはそのものの形っていうところでシルエットが強調されやすいひ、うん、いては植物的な何か世界の見方っていうのも見えてきやすいのかなということを思います。 大辻清二がよっぽどおそらく皆さんが SNS で話している写真の抽象とは何かと何かっていうことをよく、ね、やっていた方なんじゃないかなということを思います例えばこんな写真、はい、もはやもう見慣れすぎてしまってあ普通のスナップですねというふうに捉え,てする,捉えることもできるんですけれども、はい、こういう瞬間 何でもないですね。何でもない風景。何でもない風景。なんだけども、も昭和のいい風景だね。もう、もうないけどね。もう、もうないとは言えないけども。まあ、景観の格好は違うよね。景観がさ、このね、曲がり角で自転車乗って曲がろうとしてるその瞬間を撮っていて、ちょうどこのね、矢印とか止まる線とかね、あ止まってんのかなもしかしたら。走ってっか、足両方乗ってっかね、うん。なんだけどもね。まあ、いい具合の構図によって表された写真。これが何なんですかというふうに言われても。 撮った人は困っちゃいますよね。<laughs> これ何なのかって言われても答えられないんだよね。こういうタイプの写真っていうのはさ。うん、そこでもね、大辻先生はいろいろと、ね、これ実験室っていうのを、ね、連載やってたんだよね。朝日カメラだからカメラ毎日だからね、えー。朝日カメラですね、うん、おそらく。朝日カメラで大辻清二実験室っていうのをやっててね、うん、自分で撮った写真をね、振り返って言葉で表すってことを頑張ってたんですね。<laughs> なんだけども、やっぱり究極的にはこれが何なのか っていいうのは説明できない、うん、これがね一つ <laughs> 時間が経つことによって説明できない写真ってどうなのよっていうふうに言われがちになった一つの写真の弱み最近では弱みというふうに言えるかもしれないでも本来は強みだったんだよこれは。だって意味がなくても成立する表現なんだもんこれはすごいことなんですよ。<laughs> 絵画でさね 抽象表現おいとうとう人間の感情から絵画が離れたぞっていうふうなさところがあったわけでしょ、うん、何百年何千年の歴史がある中でさ写真はさポンとさ誰かが撮ったその写真ね、うん、写真っていうのはシャッターをポンと押すだけで撮れてしまうこのあっけなさが何かその撮るという行為の。 作為性すら薄めてしまうでその作為性が少ない表現っていうのはどうなんだろうというふうにもなるんだけどもここでは強みとしても生かされるうん意図がなくても成立してしまうんだそれが写真なんだよということに、えー、ある種一つの特定の時代の写真家たちはやっぱりそこにね夢中になったんじゃないかと思うんですよ。と、うん、いうところでコンポラ写真とかねそういうのはそういうふうなね系譜なんじゃないかなということが言えると思います。はいえー、何の話だ というところでね、抽象から話は始まってるんだけども、ね、即物的な写真っていうのもあるなと。そういうふうなこともね、現れてきましたね。なんだこれ。あ、すごい、手紙が入ってた。<laughs> これをね、あの、送ってくださったね、あの、学芸員さんの手紙が入ってました。ありがとうございます。ちょっとね、保管しておきましょう。はい。っていうところで。見てきましたね。いろんな写真を見てみますけども。はい。抽象から植物というふうな、ああ、ごめんなさい。ずっとアップになってた。 抽象、はい、から植物的な視点これもある種抽象の一つなんじゃないか要するに言葉というラベルが剥がされた世界の見え方見方っていうのが写真ではできちゃうぞとしかも誰でもできちゃうんだよここがすごいよね、うん、一流のさ写真家だけ一流の画家しか描けないことじゃなくて写真っていうのはこのカメラという機械を通すことによってポンと生まれてしまう、ね、このポンって生まれちゃうっていうところがさやっぱアマチュアでもできるぞと。 ここが一つやっぱ写真引いてはカメラの発展に一つ貢献したことですよね、うん、一流の写真家が使うちょっと批判的なところもあるんだけどもねすげえ写真家が使っている機材さえ知ればねカメラとレンズとね何こいつ使ってんだっていうことを知ればね同じものが撮れるよと。 <laughs> そういう形を一つねカメラメーカーはそういう打ち出し方をやってきたんではないかメディアを通してねはいまあ、それはいいとして他にもあるぞとうんランダムだランダムランダムって何だろう、うん、これも一つね抽象的な表現として写真ではありえるここで一つ挙げたいのはねちょっと難しくなってくる難しくなってくるんだけどもはいクリストファー・ウールのねはい クリストファーウルでね,、うん、あってねイーストブロードウェイブレイクダウンおこっちで見せようはいこういう作品集があるんだよこれかっこいいんだよこれねこの人はねまさにアブストラクトの画家です写真家ではないんだけれどもそんな人にカメラを渡して写真を撮らせたらどんなふうなんだろうっていうねあの別にそういうわけじゃなくて自発的にこの人は撮ったんだと思ったけどもはいニューヨークの街夜ですよ誰ももういないような夜の街をこのウールさんは写真に撮ったんだうんでもどうですか これ、いいね、うん、これ山谷ゆすきから教えてもらってさ、おいいのあんじゃんってね、知ってねあの、早速探しました、オランダでね。はい、これさ、分かる分かるっつっても、あれなんだけどもね、まあ、ある種、見慣れてるかもしれません。皆さんにとってね、森山さんとかね、近いものあるかもしれない。でも、おそらく、えー、っと、なんていうかな、なんていうかな、いいショットを集めるっていうよりは、例えば、ある特定の機関、 この街を歩いて撮った写真をもうランダムにまとめてしまうっていうふうなもの一枚一枚の良し悪しはここでは問われていないんですよそれよりもむしろそのランダムというある種意識から離れた世界ね何かを選んで選別しようというところではないところでも写真が生まれてしまうえこのねランダム性っていうのはごめんなさい猫が今ジャンプしましたランダム性というのはね うん、これはカメラという機械を通してるからこそ生まれることかもしれない、ね、でしかもストロボを託瞬間というのはやっぱりその風景というのは一瞬撮る人には見えないわけですよね、うん、その時に立ち上がるものは何なんだろうこれはおそらくその、ね、アブストラクトを書いている人だからこその視点とも言えるかもしれませんこういったランダムも一つ抽象表現と言えるのではないかだから抽象と一口に言ってもいろんな 捉え方があるいろんな視点があるんじゃないかなっていうことが今日のねお話のねポイントでございますねはい、はい、ランダムっていうところでねこれもねランダムだなとね川田菊次先生の「ボルテックス」ですよこの魔術書のようなねこの本 <laughs> これねすごい重そうに見えるでしょドンキに見えるんだけどめちゃくちゃ軽いんだよすげえこれやっぱ日本の出版ってすごいのは一時期からね軽い紙をつけ始めたんだよね写真集ってやっぱ重いですから。 多くてかさばるんだけどもねああそこで軽い紙を使うことでじゃあ海外へのコストとかも下がるね、はい、それはいいとしてねカー菊池ボルテックスっていうのはさもうすごいよね。 やっぱもう今でも現役というかねずっと撮り続けてデジカメでも撮り続けて多重露光とかも試しながらでここに現れたものは何なんだろう、えー、やっぱりここはランダムじゃないかなということを感じますもはやその写真の選別動向じゃないんだよね、うん、なんだけどもその街の中で川,川田菊次という一つね意識から剥がれた視点、うん、目一つ目がね一つ歩き続けることで生まれたイメージここに何か見見出すものはもうもはやね何かを見出すということが虚しいぐらい、うん、ここに におけるイメージはランダムでもここに現れてくるのは東京の現代というところですね、うん、撮影者から遠ざかれば遠ざかるほど何かそういった、ね、場所とか、うん、視点が浮かび上がってくるっていうのも写真の妙でございますね。はいこういったランダムという視点も一つありえる。うん、あでもねここまででもこうやって見てきた中で分かることはやっぱり一枚の写真でその視点を表す っていうのはね、なかなか難しい。うん、いろんなイメージをね、やっぱりその視点ですから。 1> 1回で終わっったらやっぱ偶然なんだよね、うん、ちょっとやってみましたぐらいな感じなんだけども10枚20枚、ね、3040100っていうところまでになってくるとこれは何かあるぞとねそこから浮かび上がってくるっていうのが視点ですね写真をめぐる視点っていうのは何十枚を編むことによって初めて浮かび上がってくることがあるっていうところですねはいということで、はい、今ね抽象から即物ランダムというふうな視点についてお話ししてきましたまだあるんだあんよやっっぱり写真っていうのは 基本的には黒目なんだよね黒目で何かを見つめて撮る、ねうん、レンズの構造がそうじゃないですか、ね、被写界深度っていうのがさグッと何かによって、ね、だから1枚の写真で言葉もないんだけどもその被写界深度の中で、えー、どこにピントを合わせるかっていうところで、ね、撮る人の意図っていうのをさりげなく表すぞと、ね、でもやっぱり写真表現っていうのは難しいのはだんだんとじゃあこの視点があったところじゃないぞと。うん 僕が好きなのはその視点のない写真っていうところですね。と、はい、いうところで白目ですよ。白目の写真がねやっぱり僕は写真らしいなとよっぽど写真らしい。ね、パンフォーカスなんだよね。どこ,もどこにもピント合ってなくて。 ね、この中でさじゃあ私何見たか分かりますかあなたっていう時に全部ピンと合ってたらやっぱ分かんないんだよねそれでも真ん中に写ったものは基本的になるんだけども、えー、そこにおいてだから真ん中に何かが写ってないっていうふうになってくるとそれがなんか今の街写真における抽象写真が一つ言われていることかなと思うんですけどそれはね白目写真だと思いますね僕はね。焦点が合っていないな写真 うん、その時にこの人は何を見たんだろうっていうところから切り離された世界の見方参考にしたいのはやっぱりカラスこれはね参考になりますよ白目の視点がねいっぱいあるんだやっぱりね広告撮ってた人ですからね写真のテクニックがすごいあるんですよねうんまず白目の視点として使える参考になるなと思うのははい ボケですね。ボケ。ピントがどこにも合ってないぞと。うん、ピントが合っていないことによって、それはまあ、ぼんやりとしたイメージになるわけですけどもね。深津さん、このぼんやりとしたイメージっていうのを作ることに意識をするっていうのは、やっぱカラスの中で、やっぱり多分にやってるんですよね。うん、そうすることでさ、やっぱすごいよね。これ夜空飛んでるカラスですよ。見てください。なんだか一つ目の、一つ目ついうかさ、白い顔をつけたカラス、化け物のね、 鳥のようにも見えるじゃないですかでこれはピントを合わせずかつストロボを炊くことによってカラスの目が光るわけですね。この時深津さんやってみて気づいたこと遠ければ遠いほどレンズが長玉であればあるほどこの目というのがよく光るぞということに気づいたそうですそんな感じでぼかしてみるぼかしてみることによってまあある種白目とも言えるかもしれない焦点が合っていないっていうところから抽象的なイメージ 要するに僕らが普段見ている世界とは違うような見え方っていうのが現れてくるんじゃないかなということを思います。すごいよね。目が光ってる。ね。あとはブレですね。ああ。ブレによっても抽象的。ああ、なんか水墨画のようなね。これ要するに列車の車窓から撮った写真ですね。でも、ブレてるんだよ。これ、意図的にブラしてんだよね。この人ね、やっぱりあの、荒れブレボケとかあった時代に、まあ、 一緒に何かをそこでやるっていうんではないんだけどもプロボークの中には入っていないんだけどもその荒れレ,レボケというプロボークの人たち森山さんとか中平さんがやってたそういった表現を別の軸で自分の表現に当て込んでいたんじゃないかなということを思います。だから森山さんとか中平さんの荒れレ,レボケとはちょっと違う形ででも同時代にそういうことやってんだよね。ボボケケ。ですね、ね、これもねピンボケ インボからやっぱり抽象的なイメージ、何なんだろうこれみたいなね。すごいよね、やっぱりテクニックがあんだよね。まずテクニックがあった上での作家としての視点っていうところはやっぱ強いですね。あやっぱ写真っていうのはやっぱり技術技術家だからね、いや技術師だから。写真師っていうさ、昔ながらのカメラを使うっていうのはやっぱり深津さんのね、あの写真館ね、ねおじいちゃんから続いてきた写真館の一つのやっぱり伝統なわけですね。それをやっぱり自分、彼もね、やっぱ持ってたんですよ。 うん、最近のカメラはシャッターを押せば撮れるけどもそ写真ってのはそういうもんじゃねえぞとねどでかい写真機というねカメラとも言わなかった写真機を使いこなしていた時代があったんだそんな時代の気概っていうのを教えてやろうぜみたいなねそこまで言ってないけどもそういう感じのことをね返ってたぐらい大判カメラで撮るっていうことも一時期流行った,あの流行ったりっていうかやってたんですよ夢中になったりね。 うん、そういうふうな荒れぶれボケっていうとこからも抽象表現は見えてくるこれは一つ白目の視点と言えるんではないでしょうか写真に黒目があれば白目もあってもいいんですよピントが合わない、ね、どこか一点に合わなくても写真というのは生まれてくる、えー、やっぱカメラというものを通すからこそ人間の目とも違う見え方が起きるわけですね、うん、そういうふうな形としてイメージが現れてきてもいいんではないでしょうか はい、まだあるんだよせっかくさいろんな本、ね、あるからそれでもねオランダ暮らして5年ちょっとですけどもその中でね一から集めた本なんですよだからちょっと日本に行けばもっとあるんだけどもねまあ所詮手元にあるものでお話しするしかないんですけどもはい来たすごいねこれもどでかい顔が来たよはいおーすごい これも一応印刷物ですね何かっつったらこれは、はい、ブルース・ギルデン先生の、ね「イタリアンズ」っていう風なな、ね、出版ですね一応ねパブリッシングなんですけどもイタリアでブルース・ギルデンがね撮った写真群をこういう風なね2つ折りの印刷物にまとめたものです動画の画面ではちょっとこのスケール感が伝わりにくいかもしれませんけどもおっきいんだあじゃあ僕の顔に重ねてみようはいこんな感じおっきいでしょおいいね こうやっぱある種一時期のドイツ写真ね <laughs> ちょっともう声かれちったよもう <laughs> 普段そんな喋んないからねドイツ写真でさあのトーマスルフとかねうん、2000年頃かなやっぱりどでかい顔のイメージポートレートのね胸から上の写真 なんだけども照明写真みたいなのさ正面から撮ってさそれをどうでかく45メートルに伸ばすんだよねそうするとやっぱりゲシュタルト崩壊が起きるんだよねああ普段見慣れている人の顔なんだけどもねそのスケール感をんもう飛び抜けてボーンとでかく見せてみましょう <laughs> っていうところでさやっぱりゲシュタルト崩壊が起きる、うん、これもねやっぱりねあのー、ブルース・ギルデンのね このね、フェイスっていうシリーズがね、本であるんだけど、これね、完売しちゃって手に入んなかったのよ。これもやっぱ展示が、やっぱ同じような、えー、どでかい作品なんだよ。顔もアップね、もっとアップ。トーマス・ルフよりももっとアップで、顔そのものを正面から撮る。このにまに、まあ、ギルデン、えー、前々回の動画でも紹介しましたけども、街中であで、のー、許可取らずに撮るっていうこともやってるけども、やっぱりこの人は顔に興味あるんだよね。人の顔に興味あって。で、これをそらく頼んで撮らせてもらうっていうところでの写真ですね。 うんまあ、ちょっと引きのものもあるけれどもやっぱりこの顔のアドアップがねいいなと思ってねこれ買ったんだよね、うん、これは具体的なんだよ具体的なんだけれどもまあもしかしたら抽象も同時にはらんでくるのかもしれないあのね動画で見せるとこれはねやっぱりレンズを通しますから最初の話ですよ、ね、レンズ通すとあの補正されちゃうんだよね物事って面白いですよね 現物で見るときのこのさおおすっげえすっげーすっこっちで見せるねこっちのこのスケール感分かりますね、こうやって見ると分かるでしょ <laughs> このスケール感ってでもこの僕の顔が今対象比較対象があるからねいいんだけどもこうやってこれだけ見せるとさもう失われちゃうんだよね不思議ですね ここれもレンズを通すことでの客観視客観視によって何か削ぎ落とされてしまうということが言えるかもしれないけどね、うん、とにかくこの人はやっぱりこの大きく見せるでちょっとやっぱねいびつな感じなんだよねぐっと顔のもうゼロ距離で撮るからねまあすごい顔がね現れてくるっていうところでの撮ってるものは具体的要するに人を撮らせてもらってる人の顔を撮ってるんだけどもあまりにもよると。 一つそこでゲスタルト崩壊が起きてこれ何なんだろうっていうようなことがもしかしたら見えませんか人の顔に見えてるようであればまだそこが起きていないんだけどもね、うん、そういったところから具体と抽象がもしかしたら同時に成立するっていうことも考えてもいいんじゃないかなっていうことを思いますね、うん。なんだけどもやっぱり街写真を撮ることで見えてくるものっていうのはやっぱり街を撮る以上は具体的なんですよ。 具体的なものっていうのはやっぱり世の中にあるものを見つめるっていうところだから、うん、だからやっぱその街を取ることで抽象が現れてくるんではなくて、えー、なんていうかなそれはね限りなく具体なんですよ。でもまあ例えばその街の細部にグッと寄る時。 ね、さっき見てきた誰だっけスティーブン・ギルですねスティーブンギルのように、ね、顕微鏡でぐっと寄ってみるともう見えなくなってくるあの普段見えない見えているものとは違うように見えてくるというところでの抽象はもしかしたら現れてくるかもしれないけれども基本的には町をそのまま撮ることで現れてくるのはこっちの白目の視点なんじゃないかなということを思いますねそこにおいて焦点が何か合ってるか合ってないかではなくてその白目で見合わせてくる白目で世界を見るということもできるぞと。 で、やっぱその白目の視点っていうのはある種、中平拓馬もね、一つ言えることかもしれませんね。何かを撮るっていう時にさ、そこで図鑑のようなもの、えー、鉱物、植物図鑑、植物のような写真を <laughs>、しかもね、図鑑に載っている。そこにおいては、図鑑っていうのは意味がないものですよね。意味じゃ意味がないかね、実は。だいぶ喋ってきたから、さあれだけど意味がないんじゃなくて、意図がない。 図鑑というもうなんつうかな系譜というかさもうその俗とかいろんなものでね集めていくただ羅列する並べるだけえそこにおいて人間がどうのとか見てる人がどうとか撮ってる人がどうとかではなくてえなただ並べるだけって っててていいう風なコンセプトにおいて写真を並べてみるでそこにおいて鉱物になってしまうとあまりにも寂しいというかね僕らからかけ,かかけ離れてるでも鉱物と僕ら人間生き物との間にあるもの植物だよねっていうところで植物植物の図鑑を一つ目指したわけですね、うん、そういったところからの彼の視点っていうのはもしかしたら白目的なところもあるかもしれない何か見よう何かを写そうということではなくて写ってしまう 見えてしまう、うん、白目に見える僕らが意識するまでもなくそこにイメージとして現れてしまうような世界の見方っていうところでのもしかしたら抽象表現として中平の写真も、えー、当てはまるところがあるんじゃないかなっていうところで今日はねちょっとお,お,お届けしております、うん、この本すごいよねちょっと売り切れちゃったらしいけどもね、うん、特別にお譲りいただきましたもしかしたら今再販されているかもしれませんけども それからもう一つ紹介したのはこれだよね。はい、これもすごいのよ。これフランスの発明1915年から38年っていうねフランスっていうのは不思議な国でさ、ね、写真が開発発明されてからね、うん、写真家が何か写真を撮ったら国に寄贈してくださいと。<laughs> そんな途方もないよね。 昔だだかららでできたことけけどどね今じゃ考えられませんけどでも昔はね一枚一枚撮るのが大変でしたからそういうふうな世界ですから写真を撮れる人も限られた職人さんたちだけ、えー、そういった中で、えー、撮ったら国に寄贈してくださいねというふうな資料を集めていったわけですね、うん、要するに図版あの版画のようなものですよね、えー、そういった集められた写真をね今の時代100年前ですよ100年前の写真を今の時代100年後に確かめていったらこれ何なんだろうと。 これねこれでアルヌで僕展示見ましたね何年も前にね面白えなと思ってね、うん、もうなんだか分かんないんですよ記録も残ってなかったりとかまあ残ってるものもあるんだけどもこの発明何なのよと <laughs> 不思議な、ね、人間が作るものだけれどもそこである種のロストテクノロジーこれが何だったのかという記録がなくて文字が残らず、えー、写真だけが残った時きここに現れてくるのも植物的なものですねだからこれ植物的な写真が持つ植物的な性質というのは何なんだろうということを記せずして意図せずしてそういうふうな、ね、資料として確かめられるファウンドフォトですね。 うん、昔の写真を振り返るところで何かそこをね意味を見いした人がいたわけですね。うん、これ何なのよと <laughs> よくわかんないんだよね、うん。そういうふうな発明ばっかりでこれは写真というね 言葉なくても残ってしまうで残った時に今度ねそれはもうあれですよ <laughs> なんか宇宙人へのさメッセージみたいな感じあとは何つうの昔の太古の人がさ残した文字で「ロンゴロンゴ文字」とかねありますね「<laughs> 象形文字」なんだけども、えー、解読できないよと解読できないものに対して僕らはロマンを見出すわけですねこれ何なんだろうと分かんなくても面白いぞと、うん、これやっぱり写真らしさですね 一つのね、まあ、ガスマスクっぽいんだけどでもやっぱり突き詰めていくと何なのかよく分かんないものなわけですね。ああ面白いね。植物的な写真の見方でもある。もしかしたらこれも写真をめぐる抽象というふうにも言えるかもしれないなというところで今日ねご紹,ご紹介しております。<laughs> 面白いよね。よく見つけてくるよねこういうのね。いろいろあるんだよ。アメリカとかもね振り返っていくといろんなものが出てくるから、ね。はいそんな感じであとは何だろう あーちょっと最後の方になっちゃったけども五條さんさっきもちょっと取り上げました五條さんは写真家写真をやってた人なんだけども同時にねはいこういうインクブロットっていうのもやってたんですよね面白いねインクブロットって何なのかうんこれねこっちがね一枚の絵なんですねうんなんだけどもこれねインクをただ垂らすだけなんですよ紙の上にポツンとインクを垂らすで紙を半分に 畳むんですねそうすることによってそのインクが伸びつつっていうことかなと思うんですけどもね何、うん、だかの左右対称のイメージが現れてくるっていうところですねおちょっとうちのいたずらマーシャがやってきました本当ね動画撮ってるとね <laughs> 何やってんだよって感じでね <laughs> 俺も入れろって感じでねやってくるんですけどもねはいマーシャでございますよろしくお願いします9歳ですはい このインクブラッドっていうのを写真家がやってたっていうのも面白いですね、うん、しかもこれをね見出したこの片口さんっていう方がねこれ出資して出版したみたいですけども、えー、この方ね目がほとんど見えないという方だった目が見えないんだけれどもこの五長さんのこの試みにすごく心が打たれた、うんえー、ほとんど見えないんですよ見えないんだけどもやっぱなんか刺さったんですね、うん、これはやっぱ視覚を通じた何かをね感じさせるけれども、えー、このインクブラッド 何に使われるかというと、ロールシャッハテストっていうのがね。昔あったんですね。精神科医だかがこういったね。絵を用意するんですね。絵を用意してこれを人に見せる。まあ要するに患者さんですね。精神分析をする対象に見せる。そうすると、ああ、これはイルカに見えますね。とかね。うん、なんか恐ろしい。男がこっちを見ているとかね。いろいろいろんなことが出てくる。要するに、このイメージはもともと意図せず作られたもの。 でであるっていうことが一つミソですねなんだけども人はね何か見たときに自分にとって何か関連するものを思い出してそれを思い浮かべる、うん、ここにおいて何か精神分析ができるんじゃないかっていうことがあったね、うん、っていうところでねこのロールシャッハテスト的な、えー、試みをねこのご調査やってたのねこれレアなんですよレアなんだけどこっちで安く手に入りました、うん、やっぱこのロールシャッハテストって面白いんだよねこれロールシャッハテストに関してはね 深津さんのの、ね、一番最初の写真集1971年に出た「遊戯」という中音功労者から、ね、出た本があるんですよ。この中で名代ナださんというです、ね、やっぱり精神快適な、ね、方が文章を書いてくれていてこれがね「ロールシャッハワイせタブー遊びそして深瀬というふうなタイトルなんですね。ああこれねなかなかいい文章でようやく最近ね読,読めたなとようやく自分も分かったなと思うようになりましたけども要するに写真ってのはロールシャッハなんだと。 そこまであのね僕,僕が今日話してくとこまでは触れられてはいないんだけども要するに僕が捉えたのはあなるほど写真っていうのは意図せずに生まれる成立してしまう表現なんだよね。うん、で何かまあ例えばこの中で触れられているのはヌードですねヌードヌードってものがあるでそこにおいて70年代初頭ですよ、うん、その頃はまだやっぱりタブー感が強かった。 それこそ毛が写ってるだろうなんだろうとかねいろいろ、ね、あったわけですねそこにおいて検閲が入るっていうことが、えー、かつてやっぱ強くあったわけですねだからこそそこへのアンチ的なカウンター的なところで、えー、こういった、ね、人たちは書いていたでねそこにおいてロールシャッハテスト写真ってはロールシャッハテストなんだよと見る人がそれはエロいと思えばそれは見る人がエロいんだと <laughs> ね 子供が見たら、えー、女性の、ね、ヌードを見たところでまあちょっとへりくつだけどもね子供が見たらそういうふうに見えないでしょとだから要するに、えー、写真っていうのはねイメージっていうのは見る人を試してるんだよということをナダイナードさん書いてたのね、うん、だからやっぱそこはね五長さんのこのインクブロッドの扉を開けるとにもやっぱ通ずるところがあって、うん、イメージっていうのは見る人によっても見る人に差し出される椅子があるわけですね、うん、そこにおける抽象 といいいうこもももしかししかかたら言えるかもしれない、うん、面白いですね <laughs> 伝わったから、うん、ちょっと今日ガーッと言ってきてもねだから写真を撮るっていうことのもどかしさね、えー、じゃあステートメント書きましょうとか言葉にしましょう自分が何撮ってんのか言葉にしましょうっていうところに言われた時に言葉にならないものもあって、うん、それはそれでいいんだよねその塩梅 どこまで自分の中で言葉を持ちつつ人には説明せずイメージでそれを伝えるっていうことももちろん大事ですしいろんな視点から見た時の抽象っていうことが言えるんじゃないかなということを思います。ほら深瀬さんもね63年からこういうねやってんだよね多重露光でさ。 これも一つ抽象的な表現ですね。でもやっぱりよっぽどちょっとねあのさっきの山澤栄子さんとか今井久枝さんとかとはちょっと違ってより現実味がある抽象表現だなということも思いますけどねこういった多重露光によってもやっぱり一から作り上げていくっていうところから立ち上がるものがありますよね、うん、でもやっぱりまだ現実的なもののシンボルとていうかねそのシルエットだけどもすごいよねこうなってくるとすごいねこれ20代ですよ。 ここのの人20代にんんなの作ってたんだよ具体的に言ってはこれ爪ですねマニキュアが塗られた爪を無数に重ねて足だね足が2つ3つ重なっているってところ4つ重なってんだ赤も含めてね青と赤だからそういうところからさなんだかよく分かんないものを作り出しちゃうんだよねすごい想像力だよね こういういのフォトショップがある今こそちょっとそこまでいけねえなっていうことを思っちゃうようなネガで作ってんだよこれカラーのポジ重ねて作ってるからねああそういうふうなこともあるだから街を撮るっていうだけだと僕はねやっぱり具体的だなあっていうことを思うんですよね抽象なのかなそれはと、うん、街を撮って抽象的と言えるとしたらやっぱり ピンボケとかアレブレボケっていうので、えー、現実を崩していくあるいは細部にグッと寄っていくっていうことでもしかしたら現れるかもしれないんだけどもそれも本当に極限的まで絞り込んでいかないとやっぱり具体的なものを取っていると言えるんじゃないかなということも思いました <laughs> ちょっと取り留めのない話になっちゃったかもしれないですけどもね、うん、今日はあれですよ 抽象表現から始まって植物的なまなざしっていうのもあるよねとそこからランダムランダム性っていうのも成立するさらにね白目っていうのもあるよねと。 といいうふうな細分化というのをししてみました抽象表現というふうに一口に言っても写真においてはいろんなあり,えありようがあるよなというところでが今日のお話の、えー、お題でございました。ということでね、えー、本日もね大変長くなってしまいましたけどもねさっきちょっともう準備する時間なくてもうめちゃくちゃ忙しいんでもう一発でバッと撮るぞというところでねここまでね最後までお付き合いいただいた方ありがとうございますううちののチャンネルでは写写真真表現をを考えるっていいテーマでカメラじゃない写真の話をしております。 チャンネル登録ぜひでですすすすすねよよろししくお願いいますもうすぐ1万人ですよすごい本当にありがとうございいますす嬉しいです本当にね、1万も行くと思ってなかった。1000人がね、限度だろうなと思ったんだけどもね、1万人行きましたね。1万人行ってないけども、も1万人近くね、写真の話だけでも、そんなに興味を持ってくれる人ね、いたんだなぁとね、ちょっと胸が熱くなっちゃいますけどね。<laughs> ということで、今日もね、ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。それでは、また